皆さん、こんにちは。マリアです。さあ、今回の内容はこちら。各組トップスターの好きだった役3選 ということで、今回はね、皆さんからリクエストをいただいていましたので、各組のトップスターさんがこれまで演じてきた役の中で、私が好きだった役を3つ選んでみましたので、ぜひ皆さん最後までお付き合いください。そして皆さんがね、好きだった役もコメント欄に書いていただければ嬉しいです。それでは早速、行ってみましょう ということでまずはこちら花組トップスター、柚塚麗さんですね。れいちゃんが今までね、演じてきた役の中で好きだった役3つというのが、まずはこちら金色の砂漠旧婚者テオドロスですね。これね、本当に美しくって、2016年のね、作品なんですけれども、もうれいちゃんの登場シーンからあまり ちょっと息をするのを忘れてしまったぐらいに本当に神々しくって思った,のがね印象的で,したでもこうね作品をねやっぱり見ていくとそのテオドロスの人柄とかねそのレイちゃんの役作りっていうのが本当に素敵で一気にねなんでこの人を選ばないんだって思うぐらいにめちゃくちゃいい役だったんですよ。 なので私の中では、れいちゃんの中で、こう好きな役はって言われたら、テオドロスってね、結構上位に思い浮かぶぐらいに大好きな役なので、ぜひ皆さんに、ね、まだ見たことがない方はチェックしていただきたいと思います。はい。そして、次に好きなのが、こちら花より団子、道明寺つかさーん ですね。いやーもうこの役は本当にね、秀逸でしたね。まるでもう道明寺が乗り移ってるかのような、れいちゃんのね、役作りでした。で、この作品はね、やっぱり漫画でのね、原作ファンの方も多いですし、ドラマとかね、 そう、映画とかの実写版で、ファンの方もとっても多い作品なので、難しかったと思います。プレッシャーもね、大きかったと思いますけれども、いやー、私の、私もね、原作のファンなんですけれども、同名字にしか見えませんでしたよね、れいちゃんがね。もう本当に、漫画の中から抜け出てきたような、ね、あのビジュアル。そして、しっかりとした丁寧な役作り。そこがね、もうね、原作ファンも、皆さんもね、虜にした。 れいちゃんの道明寺の魅力的なね、表現の仕方だったんじゃないでしょうかね。これもね、本当に、まだ見たことがない方はぜひ見ていただきたい。はい。そして、次がこちら。ハイカラさんが通る移住院。 ということで、いやー、伊集院忍様、素晴らしかったです。これがね、2017年と2020年、ね、2回にわたって講演されたものなんですけれども、 うん2017年の伊集院からまたね、トップを広めの2020年の間にも成長されましたし、よりう深みが増した伊集院をね、演じてくれました。そしてやっぱりレイちゃんのお人柄がもうそのまま伊集院に踏襲されたような、あの素晴らしいね、姿。 トップを広めて、本当にこの役がね、できてよかったなーって、うん、思いましたね。私はもう本当に、れいちゃんの好きな役としては、この3つが絶対に外せない3役です。はい。そして、次はこちら。月組トップスター、月城かなとさん。ですねで。れいこちゃんのね、今までの好きな役といえば、まずはこちら。2016年、流浪に献身 しのもりあおしですね。 これはもう外せないでしょ皆さん。玲子ちゃんを語る上でアオは外せませんよね絶対にね。もうねこのビジュアルが出た時にまずもう度肝を抜かれましたしこの時ってほんとキャトルライブとかにも男性のファンの方がめちゃくちゃあのお買い物をしていてびっくりしたのを覚えてますしその中でもやっぱりねアオのスチールを買ってる方がめちゃくちゃ多かったんですよ。なのでいやー男性の方にもやっぱり刺さるんだなこのビ ビジュアルはって思いましたし、役作りもね、本当に素晴らしかったです。お庭番主をね、引き連れてのイコちゃんがめちゃくちゃかっこよかったですし、やっぱりルローニ献身でイコちゃんをね、認識した方も多かったと思います。それぐらいね、印象に残った強烈なキャラクターでした。本当にね、かっこよかったです。はい。そして、次にご紹介するのが、こちら。川切りの橋、孝次郎 ですね。これ2021年のね、作品で、まあ、プレオ広め公演ということで、博多座でね、公演されていましたけれども、もともと私、川切りの橋という作品が大好きで、本当に剣みゆきさんの幸次郎さんがね、大好きだったんですけれども、いやー、これをね、見たときに、れいこちゃん、本当に素晴らしいなと思ったんですよね。なんか、あれだけ、こう、 トップとしての集大成として、剣みゆきさんは孝次郎という姿をね、役をね、見せていたんですけれども、これからトップスターになるという麗子ちゃんがこの役に挑み、さらに、本当に素晴らしい、息でいな,さいなせで、男に溢れる孝次郎さん、そして、ね、やっぱり愛する人のためにこう苦悩していく孝次郎さんっていうのを、見事に演じきっていて、 いや、もうね、本当は涙なしでは見れなかったんですよね、この作品。それぐらいね、コウさんがぴったりとハマっていましたね、子コちゃんに。うん。そして、もう一つは、こちら。グレート・ギャッツビー。ギャッツビーですね。これ、2022年のね、作品ですけれども。 これまた私はね、森ケアキさんのギャッツビーが大好きだったので、正直そこを超えるハードルってね、めちゃくちゃ高かったんですよ、私の中で。なんですけれども、いやー、れいこちゃんって本当に背中でね、哀愁を見せれる男役さんなんだなっていうのを本当に感じましたし、ギャッツビーのね、役作りも丁寧で素晴らしかったです。芝居の月組っていうのをね、れいこちゃんがね、やっぱりトップになってからまたね、さらに深く深く感じるようになりました。 本当に、ね、あの <laughs> 男役としての色気がだだ漏れていてもうなんか溢れてしたたっていましたよねいやーもうなんかこの境地なんだな玲子ちゃんってって感じた本当に素晴らしいね役作りでしたなので月城なとさん好きな役はこの3つをね選ばせていただきましたはいさあそして次はこちら雪組綾風咲菜さ,きなさーん ですね。さきちゃんといえばということで、まず最初はこちら。ルローニケンシン斎藤はじめ。ですよね。もう本当に。いや、ルローニケンシン語り出したらね、ほんと長くなっちゃうんでね、大変なんですけれども、やっぱりね、はじめちゃん、かっこよかった。もう本当に。めちゃくちゃ、 もやっぱりね、あの、れいこちゃんもと同様、さきちゃんもこのルローニケンシンのはじめちゃん、斎藤はじめはね、やっぱり欠かせないんじゃないかなと、うん、思いますね。本当にめちゃくちゃかっこよかったんですよね。めちゃくちゃかっこよかった。なので、見たことがない人はぜひ見ていただきたい。はい。さあ、そして、次にご紹介するのはこちら。 ファントムのキャリエルですね。これは2018年、まあ、19年にまたいだ作品ですけれども、のぞみふーとさんとね、あの、演じていたあの銀鏡の、銀鏡のお芝居が本当に素晴らしすぎて、さきちゃんって、ま、あね、もう本当にね、素敵でかっこよくってっていう、あの、イメージですけれども、父親役というのをあんなに、こう、 心情をね、すごくすごく繊細に演じられて、お父さんとしてのこう悲しみとか苦しみとかをあんなにね、切々と語れる役者さんなんだなっていうのが、本当に感動的で、あの銀鏡の芝居がもう全てですよね。本当にあそこだけでもね、もう涙が止まらないぐらい素晴らしくって。 いやあ、そこで一気にさきちゃんのこの役者としての引き出しとか、懐の深さっていうのをすごく感じられた、うん、お役だったので、この役はね、外せないですね。はい。さあ、そして、もう一つは、こちら。早急のすばる、リャン・ウェンシューですね。いや、もうね、これはね、2022年のね、最後の作品でしたけれども、本当にさきちゃんが素敵で、 もうトップになってからのね、私はやっぱり代表作になる作品だったなと思いましたし、そのトップ半ばでこんな大作でこんなにハマり役に出会えたさきちゃんはすんごい 本当に幸せだったんじゃないかなって、うん、思いました。この一本物のね、超大作、原作ファンの方も多いね、この大作を、よくぞ自分のものにして、ここまでね、あの、ファンの心を引きつけて、素晴らしい役作りができて、いやこれはね、私の中でも、やっぱりさきちゃんの今までの役として、忘れられない一役に、うん、なりましたね。それぐらい素晴らしかったです。もう文句の言いようがない。いや、本当に。 文句のつけようがないぐらい、火の打ち所がないぐらい素晴らしかったです。はい。さあ、それでは、次はこちら。星組トップスター、レイマコトさんですねで。こっちゃんの役はね、本当に私、ごひいきなのでめちゃくちゃ悩んだんですよ。3つに絞るのは。でもね、なんとか絞りました。まずは、こちら。ガイザントドールズ、アデレイドですね。 これは2015年、もうそんなに昔になるんですね。2015年の作品で、こっちゃんがね、女役として挑んだ作品でしたけれども、本当に男役さんがやる女役と思えないぐらいに可愛くてコケティッシュで魅力的で、もう本当にこの作品を境にもしかして娘役になっちゃうんじゃないかと思って、 てしまうぐらいにめちゃくちゃゃく可愛かったんですよ本当に男役さんがね、やっぱりね、女役を演じるとちょっとかっこよくなったりとか、ちょっとね、あの、あの、なんか女装っぽくなってしまったりとかってあるんですけれども、いやーもう本当に女役さんが演じてるのかって思うぐらいに可愛らしくって、いや、これはね、やっぱり外せないこっちゃんの代表作、代表役の一つだなと思いました。はい。 そして次はこちらアテルイのアテルイですねもうこれはね本当にね何度劇場で涙をしたことかもうね心にぐさ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 刺さってもう本当に。 素晴らしすぎる作品で、で、こっちゃんもね、当てる意として熱く仲間と共に生き抜いた、もうね、本当に忘れられない作品ですね。2017年のね、作品で、こっちゃんとしては、まあ、別箱主演2作目となりました、3作目ですかね、3作目となりましたが、登場初主演のね、作品でした。もうね、 アテルイの生き様がかっこよくって、もうこっちゃんのその厚さというか舞台に対するその熱量と同じぐらいの生き様をしているアテルイっていうのがめちゃくちゃリンクしてて、これはね、もう見たことがない人はぜひ見ていただきたい作品です。はい。そしてもう一つはこちら。ロックオペラモーツァルト、ボルフガンガ・アワレンスモーツァルト。 ですね。これが2019年ね、トップとしてのプレお披露目公演となりましたけれども、もうね、コ誠さんの実力というか才能をまざまざと見せつけられた作品で、本当にこう、客席から立てなくなる、言葉が出せなくなるという現象に陥った作品でしたね。特に一幕ラスト。もうね、言葉がなくって、 こう幕が閉まった瞬間に客席がシーンと静まり返って誰も言葉を発することができない動くことができないっていう劇場の状態を私は初めて感じましたねそれぐらいに素晴らしくってモーツァルトが本当にこっちゃんに憑依していていやもうなんかとんでもないものを見てしまったっていう感覚に陥ったのはうーんこの時が初めてでしたねそれぐらいもう素晴らしくって なんか、トップスターレイ、マコ誠としての幕開けだったはずなのに、ここから始まるのみたいな <laughs>、とんでもないトップスターの誕生ですっていうのを感じたのが、この役だったので、うん、もうこの役は絶対に外せないですし、こっちゃんを語る上で忘れられない一役でした。はい。さあ、そして最後は、こちら。空組トップスター、マカゼスズホさん、ですね。 ねゆりかちゃんの中でもね、やっぱりこうトップ歴も長いですし、作品もたくさん多いので、こうね、星組時代の作品とかいろいろなものを思い返しながら考えてたんですけれども、やっぱりね、まずはこちら。ロミオとジュリエット C。 ですねもうここはね、ゆりかちゃんの中で外せないですよね。2010年、まあ、初演と、あと2013年、星組時代にね、演じていた死という役なんですけれども、やっぱり言葉がね、セリフがないまま、あの、踊りだけで表現するっていう役で、本当に最初に2010年ゆりかちゃんを見た時に、びっくりしたんですよね。あまりの表現力とあまりのダンス力、そしてあのビジュアル、まさに死がこう、 ね、迫り来て、こう、その死から逃れても逃れても逃れられないっていうところにゆりかちゃんがね、いて、いやーもうなんか、とんでもないスターさんだなって、2010年の時に思って、またそれを2013年、再演で、同じ役を自分がね、演じるっていうことのプレッシャーもあったと思います。それでもやっぱり初演をね、はるかに超えてくるような死を演じていましたし、 この死という役をいろんなスターさんが演じてきている中で、ああ、やっぱりゆりかちゃんの死って素晴らしいなって思ったのが、うーん、この時でしたね。なので、ゆりかちゃんを語る上で外せないです。はい。そして、次にご紹介するのが、こちら。オーシャンズイレブン、ダニー・オーシャンですね。もうね、かっこよすぎる。もう本当に、スーツ姿でゆりかちゃんはね、もう本当に、 本当にかっこよすぎるうん <laughs> それだけでもねあのビジュアルだけでもチケット代払った価値があると思うのにまたね本当にこの役がぴったりなんですよねリりゅうかちゃんにもう役作りもね素晴らしくってやっぱり仲間を率いてねこう愛する女性のためにそして仲間のためにこうね 挑んでいくという姿がかっこよくって、しかもそれを軽やかにこなしていくんですよね。そこがね、また本当に素敵で、こんな人だったらね、男も女の人もついていくよ、みたいな感じのね、かっこよさをすごく存分に表現してくれましたし、男役としての美学をね、余すことなく、もう出し切ってくれたんじゃないかなって思っています。はい。さあ、そしてもう一つは、こちら。 ハイロー、コブラーですね。これが2022年のね、作品ということで、まあ、元々のね、ハイローのファンの人も本当に多くって、どんな風になるんだろう、宝塚でっていう感じでね、見に来られた方も多かったんじゃないでしょうか。でもそれがね、本当に見事に宝塚にマッチした作品になっていて、宝塚の代表作となりました。でもね、その宝塚の代表作として、あれだけ成功したのは、 やっぱりね、トップスター、マカゼスズホさんなくしては語れなかったんじゃないでしょうか。このコブラという役が本当にかっこよくって、もうカナのために一生懸命ね、生きていて、仲間のために熱く熱く生きたこのコブラという役が、もうね、ゆりかちゃんの役作りが本当に素晴らしくって、カナへの思いというかね、その、ま、表には全面的には出せないけれども、カナを、カナをね、 こう思う愛というか、もう本当にね、かっこよくって、切なくって、苦しくって。いや、そんなね、いろいろな感情を、こう、ゆりかちゃんがしっかりと表現してくれていて、これはね、ちょっと忘れられないような、うん、役になったんじゃないかなって思います。はい。ということで、今回はね、皆さんからリクエストをいただいていましたので、各組トップスターさんの 忘れられない役、私が大好きだった役を3つ選んでご紹介してきました。ちょっとね、昔の作品とかも多かったので、まだ見たことがない方はぜひチェックしていただければと思います。さあ、それではこの動画面白かった役に立ったと思っていただけたら、グッドボタンを押してもらえると私も励みになります。よろしくお願いします。それでは今日の動画ここまでとなります。皆さん最後までご覧いただいてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。 バイバーイ